どうも、こんばちわんこ、すっころべーこです。今回は、女性ライダーについて疑問に思ったことがあったので、それについて話していきたいと思います。皆さんはね、女性ライダーについてどう思いますか、まあ、最近で言えばね、ちょっと色々とあったので、ポジティブな話題よりはネガティブな話題が多い印象ではあるんですが、まあ、別にね、女性が仮面ライダーに変身すること自体は、叩かれる要因ではないと思うんですよ。 男性ライダーと違って絶対数が少ないので、一人二人悪目立ちすると悪いイメージが根付きやすいっていうのはあるかもしれないですけどね。で、何が疑問になったかっていうと、女性ライダーの需要なんですよ。かつてね、01が始まった時、仮面ライダーバルキリーが、史上初のテレビ本編のレギュラーで制作発表の段階から変身することが決まっている女性仮面ライダーということで、ちょっと話題になってたんですよね。 多分、レギュラーキャストが変身するとかそういう例は、前からちょくちょくあったし、まあ、ポッピーとかつくよみが、テレビの方で変身しちゃったりもしてたんで、どうにか史上初を入れたかった結果、わけのわからない称号になっちゃったと思うんですよ。その史上初を売り出したいがために、テレ朝のプロデューサーである井上内宏さんが、ゼロワンは男の子向けの作品ではありませんって言い出したんですよ。ニュアンスとしては、男の子だけではなく、 老若男女を楽しししめるる作品を目指したいっててことだとだは理解してるんですよ。その中で仮面ライダーが好きな女の子にも楽しんでほしいから女性キャラクターも仮面ライダーに変身しますっていうことを言いたかったんだとは思うんですけど仮面ライダーが好きな女の子って女性仮面ライダーを求めてるんですかね例えばですけど仮面ライダーアギトが好きな女の子がいたとしてやっぱりアギトとか G3 とか技術にその子ってなりたいと思うんですよ 女の子に人気があったから、じゃあマナちゃんを仮面ライダーに変身させましたって言ったとしても、多分ほとんどの子は見向きもしないんじゃないかなって思うんですよね。仮面ライダーごっこをやるとしても、やっぱりアギトをやりたいんじゃないかなって思うし、逆に性別で区分けしたことによってごっこ遊びとかの幅は狭まるし、余計に男の子だから女の子だからっていうのが根強くなっちゃったと個人的に思うんですよね。あくまで仮面ライダーは男の子向けのものだと思いますし、 単純にそういう男の子向けの作品が好きな女の子がいるだけだと思うんですよね。そういう子たちに対して女性仮面ライダーを出したとしても喜ばないんじゃないかなと思うんですよ。老若男女楽しめるっていうのはきっと結果論であって、作ってる側はやっぱり本来のターゲットである男の子が喜ぶような作りをしなきゃいけないと思うんです。まあ、その中でね、重い内容とかでトラウマ残すなりなんなりするのは、その作品性の話なので、 好き嫌いとかはあっても、どれが正解不正解とかは、個人的にはないのかなとは思ってます。なんでこんなことを思ったかっていうと、配信媒体とはいえね、ガールズリミックスってあったじゃないですか。あれを小学校の頃の僕が見ても、全く楽しくないだろうなって思ったからなんですよ。子供の時とか、作品コンセプトなんてわからないから、オッピー出てきたら M は出ないのってなると思うし、イズが出てきたらアルトは出ないのってなると思うんですよ。 女性ライダー集合っていうコンセプトの時点で男の子向けには発信されていないものだと思うんですよね。じゃあ女の子向けなのかって言われたらそれも微妙だなぁと。さっきも言った通り結局男の子向けに作られたような作品を好んでる女の子が見ても楽しいものではないと思うんですよ。じゃあ誰がこれ見て喜んでるんだって思うとおじさんとおばさんなんですよね。 作ってる側は多分女の子が楽しめる作品を作りたいって思ってるとは思うんですよ。ただ実態はおじさんおばさんだけが喜んでるっていう、本来のターゲットである男の子だけがないがしろにされてる作品コンセプトと内容を見て、なんとも言えない気持ちになったんで、まあ、女性仮面ライダーの需要ってどこにあるんだろうっていう疑問が出てきたんですよね。実際令和でレギュラーキャストで女性ライダーずっと出てますけど、成功した例って今んとこないじゃないですか。 ゼロワンの岩とかはキャラクターのポジション的にも仮面ライダーに変身させない方が良かったんじゃないかなって思いますし、まあ、セーバーはそもそもね、あのー、ライダーが多すぎて処理しきれてなかったので、サーベラがどうって話じゃないしで、まあ、この二人に関しては、まあ、成功はしてないけど、まあ、失敗例っていうのもなんか違う気はするんですよね。ただね、リバイスがね、まあ、うん、ちょっと、 不満点を挙げていくと動画が5時間ぐらいになっちゃうんで言わないですけど、まあ、一言で言うと制作陣の皆さんは、一気君と大二君に土下座して謝ってくださいって感じですね。あくまで仮面ライダーは男の子向けの作品だし、それが好きな女の子がいるからって、女の子も楽しめるのに焦点を合わせちゃうと、結局その男の子向けが好きな女の子にとっても、これじゃないって読むのが生まれてしまうし、その結果がジャンヌとアギレだと思うんですよね。 ギースを見る限り、これからは女性仮面ライダー枠っていうのが続いていくんだろうなーって思うんですけど、マジでそこに需要があるのかっていうのが疑問なんですよ。例えばね、ビルドのミソラがもし仮面ライダーベルナージュとかになってたら嬉しいですか僕は多分ね、呆れていたと思うんですよ。ビルドは味方側ライダーの男4人のバランスが良かったし、そこに女性の戦士が1人加わっちゃうと、そこのバランスで絶対崩れるから、 作ってる側もそこが分かってるからこそ、ちゃんとそこの線引きはしていたと思うんですよ。皆さんは女性仮面ライダーってこれからも増えてほしいって思いますか僕は今までのヒロインたちは、まあ、戦闘に参加できなくても、十分魅力的に描けていたと思ってますし、シンプルに脚本や演出の邪魔になるんで、いらないと思うんですよね。これからも特撮の話いろいろしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 あとよかったら今の特撮作品に対して疑問に思っていることがあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。